こんにちは、国民の皆様。今回ね、辻元清美さんについて、えー、まあ、ちょっとね、数ヶ月間いろいろとリサーチしていまして、そして一つのね、えー、動画がその中で目に留まりましたんで、まあ、私の率直な感想をお届けしたいと思いますね、えー。どんな動画を見たかっていうのは、明日の概要欄に貼っときますのでご覧いただきたいと思います。辻元清美に脳落選運動ということで、まあ、特定の人をね、落とそうで落とそうでっていう風なムーブメントに対しては、私はあんまりね、その、 攻撃的になるよりも、あのむしろこの人を当選させようっていう風なポジティブなあ演説の方がね、まあ、好きではあるんですけども、まあ、一つ参考になったなっていうのと、まあ、確かにそうだよねっていうふうに思える節がここで合致したんで今回のこの私の動画になるわけですけどもあの辻元清美さんね結局やっぱ国民の声をちゃんと聞いてないと言いますか自分の妄想で発信だけはするんですけども。 受受信ててうんんでですすけ取りをしてくれないんですよね、まあ、それが私の本当に、えーまあ、痛恨の念と言いますかね辻元さん一体どこの国の人間なんだと思っちゃうところが大きいんですよ。まあ、それでこれは辻元さんに対するね、えー、気持ちから離れちゃうんですけども憲法9条ですとかうん日本のね、えー、防衛体制ですとかひいては核武装の議論になるんですけども。 いやあの辻元さんね一言こう言われたんですよあなたは戦争化したいんですかっていうふうなことを言われたんですよねあの必ずしも戦争を望むわけではありませんそして私たちの国からどっかの国に対して戦いを仕掛けて侵略しようっていう意図はありませんがただね戦争ではなくて防衛は絶対に必要で防衛は積極的にするべきだと思いますその防衛には抑止力っていうのも含まれますよね、まあ、例えば私は50になってもまだ体を鍛えてるんですよねややっぱ20代や30代の若者が 飛びかかってきても五分でやれるぐらいのまあ、勢いもありますまあ、でこれもこれはね抑止力だと思うんですようだって私はそういう人間ですし見た目もちょっと大きいですしねまあ、眼光も <laughs> 凄まじいのかもしれませんけどその辺はねちょっと評価いろいろありますけども、こちらから仕掛けるつもりは全くありませんけども向こうから仕掛けられないような見た目はしてるんですよね一応ねそういうところに気を配ったりもしておりますでもどうでしょうかね 同じように私が50代ですけどあ50代になろうとしてますけども50歳ぐらいでね、うん、なんかこう杖をついて歩いていてねもういかにも弱そうな人が現金300万円入りのもう透明のバッグをこうやってね首から下げていますこうやって歩いてますどうでしょうかすごく危なっかしいですよね、うん、だからその姿がもしかしたら今の日本なんじゃないかなと思うんですよ、うん、お金を持ってそうにしてちょびっとだけ現金散らつかしているというところもあったりね でももう日本は衰退国家30年でボロボロなわけですよ、いろんなところがね、国力も衰えて、しかも見た目も弱そうに見え始めているんですよね。まあ、その時に少なくとも防衛費をね、2%、3%にしていこうぜっていう議論とかね、それから核シェアリング、本当に考えてもいいんじゃないのとか、抑止力を高めていって、もっとね、それに対しての外交力をつけていきましょうみたいな議論をするだけでも、お日本ちょっと警戒せなきゃいけんなと。 攻めたら、ちょっとやそっとっゃ折れそうにないなっていうふうに見せることはできると思うんですよ。まあでもね、あの武装するわけではないとかね、こちらがあ軍備を増強するから他国も軍備を増強するんだみたいな感じで腰引け理論ばっかり出てきてね、引いては敵国に対して利的行為をするような、そんな国会議員も、そんな発言をする国会議員もいるわけじゃないですか、鈴木宗男さんみたいなね。まあそうなってきたら、もう本当にね、瀕死の状態を 見せつけてるよなもんですよでもそうではなくていや日本にもまだ大和魂いるぜみたいなねそんなことをやっぱり突きつけるためにもあのやっぱこうんですよもちろんね誰か特定の人をこき下ろすような議論ではないですよもっと強く、うん、そしてまあ温かいというか優しいというかねまあ、そういった息を見せていく 山ト魂っていうとねまたね山ト魂の概念いっぱいあって例えば私がねこれが山ト魂って言ったらそんなん山ト魂じゃねえっていうと必ず出てくるんであんまり好きじゃないんですけどもただやっぱり愛する者を守るためにね全身全霊を注いでいく、うん、そこに踏みとどまって逃げない精神、まあ、これはまあ山戸魂って言ってもいいと思うんですよねもちろんね山ト魂について私も山戸魂はこれですっていうような条文を読んだことがありませんのでね それぞれにこれがヤマト魂と思うんだよねっていうふうなあのお話を聞くことがあったんでなんとなく私の中でもね独自のヤマト魂理論ができているわけなんですがあぜひねヤマト魂についていろいろとね教えてくださる方がいたらちょっと擦り合わせていきたいなってところがありますんでメッセージをいただいたらと思いますまあいろいろとね今回の動画では申し上げましたけども辻元清美さんはどちらかというと私たちの声を聞いてくださらない人だなっていうのとちょっとねあのいろいろと疑惑があってそのまんまその疑惑のままなんですよ例えば 多国籍問題ですとかね他の国籍を持ってるんじゃないかとかあとは例のね、えー、関西の,あの不正の問題ですよねあれも全然回答を出していないところで、まあ、辻元さんは国会ではね結構こう人を追求するというかね見栄えがいいんですよ、うん、本んに勢いが良さそうで元気であこの人だったらあの忖度なくいろんな権力に切り込んでくれるんじゃなかろうかというふうには見えるんですけどもでも 辻元清美さん個人に対していろいろと紐解いていくとやっぱり不安なんですよねこの人が国会議員でいることがだから国会議員でいない別の活動してる方が多分この国のためにはなるんではないかなというふうな適材適所を私は感じます国会議員の議席っていうのはとても貴重なんでねやっぱりねあのずるいことをしない人とか少なくとも犯罪の疑惑をかけられない人とかもし犯罪の疑惑をかけられたりとか何らかの起訴自由があったとしてもそこに相当な あわけがある場合はねちゃんと釈明できるような訳がある場合はやっぱり聞くべき点があると思うんですよね。うん、そういったことをさまざま考えると今回私はね辻元清美さんのお話をちょっとさせていただきましたけどもそこと離れて私たち一人一人が本当にこの国を守っていくこの国を愛している、えー、国っていうとねなんか天皇陛下の顔が浮かんだりとか一部の権力者の顔が浮かんだりするかもしれませんけどそういうことではないです。差し当たたっては私たちの ここののね、愛するる家族を守るためには、この国は国必要でしょ。だからその程度のものなんですよ。だからこの日本という国がなくなっても私たち日本人が幸せに暮らしていけるんだったら別に国家っていうのはなくてもいいんですよ。社会っていうのは必要ですけどもね。だから国家は絶対に必要なものでありませんし国家が主であり国民が重ということはありません。あくまでも国民が主体でありね国家っていうのはその一部の方便でしかないんですよ。 でもいつの間にか国家っていうのが余計な権力を持って国民を消耗し続けているのがこの日本なんですよね。そろそろ私たち一人一人がね足を踏み締めて拳を振り上げて暴力ではなくてね冷静な言論でもって戦う時そしてどうしようもなく武力で攻められたら対抗できるようなやっぱ内在するようなねパワーを持っていないといけないのかなと思います。ですんであのひ弱な人間ではね何も守れませんよ。 うん、確かに武道の経験がないかもしれない確かに筋肉がなかったりとかもうお年を召されてね体力がないのかもしれませんでも心の中に根性はあると思うんですよまあ唯一私が大和魂のことでこれは間違いないんじゃないかなっていうのはその根性があるかどうかってことになると思いますまたね根性ってものは結構ね概念的なもんでこれが根性ですって言えるものがなかなか見つかりませんのでねそれはそれでまた皆さんと考えていこうと思います今回は以上です